世の中の人々はあることをずっと忘れて、それは全ての存在を作ったのち、宇宙などを作った力、その宇宙を作った力は神ではなくて神以上の存在。この力があるからこそ全ての存在がちゃんと動いて、ただ日常生活の人々それを忘れ、ただ自分が生きているの思考の中でさまよって、どっかに集中しても一個の思考が入って、その考えはずっと脳の中にいるからと、実際に集中したいところから自分の思考がずれる。世の中の残心性はだいたい1から100にいる。ただ世の中で一番難しいのは0から1に、その0から1にする備われてる力、その宇宙の力の中で、だからもし何か新しいことを発見したい、新しい思考を手に入れたい、未曾有ものを作りたい、それなりにその力を考慮すべきで、一番簡単な留意点は感謝で、直接に聞きます。あなたは宇宙に感謝したことがありますか？ないなら今日から始めよう。日の出の前、つまり日が30度にいる前、一回出て感謝をし入る。30度を超えたら昼間のところにも一回やってみてください。日没の前で最後の3回目、それを日々にやったら自分が欲しいの新しいの知識も手に入れます。やってみて。